知床型巡視船は海上保安庁の巡視船の選球。分類上は PL 型、船首は戦闘ンン型。深海洋秩序の確立を目指して1973年に開幕した第3次国連海洋法会議を通じて沿岸から200海里以内に所在する資源の管轄権を認める排他的経済水域の概念が提唱された。 1974年の同会議第2会期において、排他的経済水域概念は会議参加国間で、ほぼコンセンサス形成に成功し、海洋法条約第5部に、排他的経済水域制度に関する規定が設けられるに至った。日本ではもともと、海洋資源活用の観点から、了解は三海里りとするよう主張してきたが、この数勢を受けて、姿勢を転換し、 1977年に、領海法及び漁業水域に関する暫定措置法を施行。領海が沿岸から12海里に拡張されるとともに、200海里の漁業水域が設定された。これによって、海上保安庁の警備すべき面積は、領海だけでも4倍、漁業水域も含めると50倍に拡大した。また、1978年4月には、 中国漁船による尖閣諸島領海侵犯事件、また竹島周辺海域でも韓国側により日本漁船に対して退去勧告がなされるなどの事件が重なり対応体制の確立が急務とされた。このことから450トン型 PM の代替及び大型巡視船団の早急な拡充を目的として整備されたのが本型である。本型は 基本的には先行するが用型をもとに、両派性や居住性の向上と装備の近代化を図ったものである。両波成功上のため、選手部断面は朝が大型に変更され、選手部にはナックルラインが付されるとともに、選手傾斜も強くなった。船体は対抗理構造、喫水線付近の外反は板圧を増しているほか、選手側から全長の 約30%の位置まで中間肋骨を設け、洗足縦通り材で補強した。居住性向上のため、原用タンクの設置や居住区の小部屋化も図られた。なお、厨房は、船体の中央にあるが、会員用の第二公室は船尾にあるため、第二公室で食事を行う場合は、機関室か看板を通って、料理を運ぶ必要があった。主機関としては、 短期出力3500バリー機の4サイクル低速ディーゼルエンジンである新潟鉄鋼所製 8MA40X ないし富士ディーゼル製 8S40 バイトが2機搭載された。建造、運用期間が長期間にわたっているため、変装やレーダーなどの装備品には複数のバリエーションが生じている。例えば主変装としては当初は 五宝瀬60合計 40mm 炭素機銃が搭載されていたが、昭和53年度補正計画以降の船では、新型のエリコン90合計 35mm 炭素機銃に変更され、初期建造船の 40mm 機銃は、後に JM61M20mm 多重新機銃に換装された。なおコストや建造日程を圧縮するため、 大型巡視船にもかかわらず、OIC 室は設置されなかった。搭載艇としては、新開発の7メートル型高速警備級南艇が採用され、ミランダ式ダビットに収容して、煙突のお玄側に搭載した。また2000年の沖縄サミット以降、左玄側に複合型高速艇2隻と陽光用クレーンも搭載されている。さらに、 マリンレジャーが盛んな地域が管轄に含まれる場合は、後部マスト直後に水上バイクを搭載した船もあり、搭載定席数は各船により異なる。本型は1978年から1982年にかけての4年間に28隻が建造され、手塩型巡視船や村雲型巡視艇とほぼ同時期に各海上保安本部に配備された。 警備実施東強化巡視船などに指定された船が多い。おじかは衝突事故により除籍された。松島のブリッジから撮影された次戦が東北地方太平洋沖地震で発生した大津波を乗り越える動画は世界中で報道された。大体戦の麻生型、飛騨型、果てる間型、国が、味方が収益するに従い退役が進んでいたが、尖閣諸島周辺海域における 中国船による領海侵入等の問題の深刻化を受け、これに対応するために、従前よりも多くの巡視船が必要となり、国が、味方の新造船が十分に揃うまでの間、本型が延命されて運用が続けられた。その後、追加建造された国が、味方の収益により、尖閣領海警備戦術体制が完成し、本型は2016年10月21日の、 カトリの体液を持って、前線の運用を終了した。海猿シリーズ、海猿海猿エボリューション主人公たちの上官として、架空船、PL-100 流れが登場。撮影には、の島が使用されている。リミット・オブ・ラブ・ウミザル、古式が登場。鹿児島後期で、カーフェリーが座礁する、海難事故が発生したことを受け、現場海域に急行し救助活動を行う。 ありがとうございます。